皆様、お疲れ様でございました。私、トーヤさんやカルビナさんたちと共に戦っているカティア・グリニャールと申します。しばしお休みになられた後でのプレイ再開をお待ちいたしておりますわ。カティア、その喋り方、それにトーヤさんって、あら、私としたことが不覚ですわ。やっぱり変だ。直撃を。 DCS レッドアラート、このままじゃオルゴンエクストラクターが停止するわ。なんとかしてくれ。仕方ないわね。こうなったらハイオール粒子で。え、何それ。もうプレイをやめるの。まあ仕方ないわね。気が向いたらまた遊んでちょうだい。その時は私をちゃんと出撃させること。いいわね。うわ、終わった終わった。ねえカルビナ、ご飯行こう。ご飯たまにはいいわね。何食べる。カルビナの好きなものでいいよ。そうね、好物当ててみせよっか。焼肉でしょ。しかもロースじゃなくて。さあどうかしらね。トーヤさん、どうしたんですか。いや、ここで挨拶しろって言われてさ、どうしたものかと。そんなの適当でいいじゃん。遊んでくれてありがとう。ゆっくり休んでまたプレイしてね。以上、終わり。お疲れ。おやすみ。本当に適当だな、お前。終わった終わった。ご飯ご飯。お前、さっきも食べてなかったか。なんか文句あるの。いや、別にないけどさ。じゃあ余計なこと言うな。私の楽しみを邪魔しないでよ。そんなつもりはないけど。でもお前、いつもそんなに食べてて大丈夫なのか。その、いろいろと。テニア、聞くな。だ、トーヤが悪いんだからね。ご飯もあんたのおごり。いいよね。わかったわかったよ。お疲れ様でした。チョコレート食べます。元気になりますよ。メルア、キャンディーもあります。疲れも取れますよ。メルア。はい、何ですか。お前それ、またコックピットに隠し持ってたの。うん、トーヤさんはいいって言いました。そうだけど、カティアやテニアに文句言われるのは俺なんだぞ。でもトーヤさんがいいって言ったんですから、責任取ってくださいね。そこのあなた、あなたですよ。もしかしてここぞとばかりにグランゾーンを使い倒してませんか。その通り。だったら気をつけてくださいよ。ああ見えてご主人様は病弱で、咳をしようものなら私が飛んで行って看病しなければすぐに。すぐに何です。自分が休みたいだけでしょ。私を出しにするのはやめなさい。あ、フェアリさん。休憩かい。はい、アキミ様。え、様って。あ、ごめんなさい。さっきまで社員王女と話していたから。ああ、それで。どうしたの。いや、アキミ様って呼ばれるのが初めてじゃない気がするのはなんでだろう。また負けた。量と勝利にはかなわないや。バーニング PT は結構やり込んでたから。じゃあ次はチームバトルでトーヤを呼んできます。あ、いや、ここまでにしよう。体調管理もパイロットの重要な仕事だからね。わかりました。プレイヤーの皆さんもゆっくり休んでください。それじゃあまた。オートマ、踊れ。大阪でバイトしたことあるかいな。ああ、豚まんの販売とかやってたよ。876がある時は。876がある時。え、せや、今のが定番の返しや。
なんでスカルナイトが知ってるの。ここで休憩ですが。この状況で休んでいる暇があるとは思えんがな。随分とクールになったな、チャラワカメ。はあ、そういや向こうじゃ。俺がどうかしたというのか。大胆なイメチェンでやがるな。こっちが本来のアクセルですのよ、たぶん。よし、野郎ども、休憩だ。あー、疲れた。こうも出撃が重なると、さすがに答えますね。ほらよ、栄養ドリンク。クスハのあれじゃねえから安心しな。まさか。なんだよ。注意。もしかしてマッドネットに操られてるんじゃ。てめえは私をなんだと思ってやがる。さあ皆さん、お待ちかね、コード DTD ショーの始まり始まり。アシェン姉様、一体何。おお、我が妹よ。こういうところでサービスしとかないと他のキャラに埋もれちゃうぞ。しかしもへったくれもなすい。まず脱げ、湯気を出せ。いえ、私までそうなってしまうとアシェン姉様とキャラが被ってしまいやすかと。そのあたりは大丈夫だぜ、シスターワンセブン。エンドレスフロンティアでは日常茶飯事さ。よう、ギャンブルウルフ、今夜もカードで一勝負、どうだい。いいだろう。オーケー、今日は勝たせてもらおうか。その言葉そっくり返す。もしもし、盛り上がってるとこ悪いけど、何をかける気かしら、京介。艦長も昨晩あのバンダナ小僧のイカ様に引っかかって絞り取られてやがりましたが。まったく貧乏はエネミーだな。今日が覚めた。オーケー、もんなしギャンブラー、さっさと値上がりくださいませなのです。皆さん、お疲れ様です。お忙しい中、スーパーロボット対戦 OG のプレイに時間を割いてくださってありがとうございました。堅苦しいなあ、あずき。せっかくの機会なんだ、先輩の俺を見習って夢語りでもしてみたらどうだ。夢。おう、スペースノア級の艦長になってみたいとかさ。そうですね、サイバスターに乗ってクロちゃんとシロちゃんの肉球をプニプニしたいです。すぐに実現できるんじゃないそれ。おや、艦長、今回例のお姿はご披露なさらないので。ええ、いくら緊急事態といってもあのような格好は。ではそのお足元は。え、スリッパですよ艦長。ああ、ヨンジェバナ、話がある。何でしょうか、アーマルさん。以前州の行動を監視していたらしいな。ええ、マスターの命令で。マスター、なるほど、お前も主のために働いているのか。はい、マスターのためでしたら私はどのような任務でもやり遂げるつもりです。いいだろう、その心がけを忘れるな。アーマルさん、一体何が聞きたかったんだろう。